尾道には決して起こしてはならない秘密が眠っている。しかし宇佐美優太が牢を仕留め損ねた以上、牢は必ず秘密を暴こうとする。70年守り続けてきた秘密が今になって晒されるわけですか。尾道の秘密は私の血であり肉であった男たちの犠牲の上に守られてきた。そうだろう。そしてこの先も守り続けるためにはまた新しい犠牲が必要になった。やってくれるか広瀬。大丈夫か、ロウ。世話をかけたようだな。悪いがあまり時間がない。アジア外での話の続きが聞きたいんだ。話せるか。ああ、また。その前に一つだけ。俺はデカだ。あんたの話に犯罪に関わることがあれば見逃せない。それについてはお前もだ、キリュウ。分かってるな。伊達さんは伊達さんの判断で動いてくれて構わない。俺もローも無条件に従う。ロー、あんたもそれでいいな。今さら何かを隠し立てして逃げ延びようとは思っていない。分かった。それじゃあロー、あんたたち採用会が日本に来た経緯、そして搭乗会との交渉の理由、そしてその根底にある尾道の秘密とは一体何なのか教えてくれ。まず尾道の秘密についてだが、私はその真相を知らない。なんだって？それじゃ話がめちゃくちゃじゃねえか。兄貴、やっぱこんな男信用しちゃいけませんよ。広瀬のおやっさんはめようとして話でっち上げようとしてんだ。落ち着け、ユータ。話を続けてくれ。尾道の秘密とは、採用会の先代である私の父親とクルス・タケルとの間でやり取りされたある計画のことを指す。ある計画？日本が世界を相手に戦争してた頃のものだ。おそらく軍事機密に関わる何かしらの計画なのだと思う。その頃まだ陽明連合会は存在していない。つまり岩見造船と先代の採用会とで何かの取引があったっていうことか。そういうことになる。そして私が初めて尾道の秘密の存在を知ったのは1985年。父は死ぬ直前、それがクルスのアキレス腱となる代物だと話していたが、具体的な内容までは明かさなかった。ただ父の死後、私の手元にはその秘密を解く鍵となるものだけが残された。鍵となるもの？何なんだそれ。尾道のある場所を示す暗号らしい。あいにくあれから30年経った今も私にはそれを解読できていない。30年前か。俺が搭乗会に入った頃の話だな。この日本という国が
空前絶後の好景気に沸き、表社会も裏社会もこの世の春を謳歌していた時代だ。その頃には石見平蔵も来栖健というもう一つの顔を持ち、石見造船会長という表の顔、陽明連合会会長という裏の顔、二つの顔を使い分けることでフィクサーとしての地位を確立していた。確か陽明連合会が急速に力を持ったのは戦後すぐのことだ。もしかするとその尾道の秘密ってやつが原因で来栖は裏社会に足を踏み入れたってことか。来栖がなぜ裏社会に足を踏み入れたのかは私にはわからない。だが石見造船という大企業の会長が極道組織の会長であるという事実を知る人間はほとんどいない。私はその事実と父から聞いた尾道の秘密の存在をちらつかせ、とある裏取引を来栖に持ちかけたのだ。それが兵配図の密航、そして架空の戸籍を与えるヒューマンロンダリングだな。ああそうだ、中国という国家に存在を認められない兵配図の子供たち、戸籍がなく教育もなく、ただ裏社会での将来だけが約束された存在だから、彼らは日本人に生まれ変わるために我々から莫大な借金を背負わされることも厭わなかった。密入国のお代は子供たちの出世払いってことかよ。我々は慈善家ではないが、本気で同胞の子供たちを救ってやりたいという気持ちも持っていた。兵配図たちの身になってみれば、私たちだけが唯一の救い主だったはずだ。分かったよ。で、そこに来栖がどう絡んでくる？造船業という密入国に最適な密航ルートを持ち、その上日本の国家権力を裏から意のままに操れる人間、来栖健は私のヒューマンロンダリング計画にとって必要不可欠な人間だった。来栖は密入国に手を貸し、兵配図に架空の日本人の戸籍を与えた。かなりのリスクがあったはずだ。それだけ尾道の秘密を守ることが来栖にとっては重要だったということだろう。だがとにかく私の思惑通りに取引は成立した。以来私は中国本土で最王会に日本不可侵の命令を出し、来栖との無駄な接触を避けるようにした。私が尾道の秘密の核心を知らないと気づかせるわけにはいかないのでな。じゃあどうして今になってあんたらは日本にやってきた？1年前のアジア街の大火事、あれは東条会があんたらを引き込むために起こしたんだろう。知らないとは言わせねえぞ。全ては来栖健の息子石見恒雄が仕組んだことだ。あの男は密かに私の息子ジミーローと手を結び、東条会の菅井をも巻き込んで西洋会に日本進出を求めてきた。どうですか、いい眺めでしょう。あの炎の大きさが私の誠意だとお受け取りいただきたい。それじゃあ我々とあなた方の永遠の絆と繁栄を祝して乾杯してもよろしいですかな。ローさん、我々がここまでこぎつけたのは
このジミーのおかげです。あなたはいい後継者をお持ちだ。岩見社長、父は滅多なことでは私を褒めてはくれません。ですが今日は期待していいと思っています。老爹，现在燃烧的那区域是亚细亚街，从今天起就是祭望会的领地了。儿子，你也太放肆了吧。啥？我什么时候说过我要进出神室厅的？我只有说过不准接近库鲁斯在的日本，也把理由告诉你了。どうかしましたか？这次的事全部给我撤回。站起来，我们走。岩見社長、お父上によろしくお伝えください。私たちはそろそろ失礼します。お待ちください、総帥。何か？この件についてはジミーと私とで進めてきました。父のクルスは一切関知していません。それともう一つ。您无法拒绝这个要求。あなたも人が悪い。中国語が堪能とは知らなかった。だが私にこの話を断れないというのはどういう理由でだ？尾道の秘密ですよ。あなたはあの秘密の核心を知らないですよね。ご子息と先日食事をさせていただいた時です。酔った彼はご機嫌でこう言ってましたよ。親父は知りもしない秘密でクルスを脅し、そのハッタリがバレることにビビっていると何度も何度もね。お前、酒で口が軽くなる人間というのは非常に扱いやすい。クルスには知られてない。大丈夫だ。西洋会がなぜ日本不可侵などと言っているのか、それはあなたが秘密の核心を知らないとクルス・タケルに気づかせたくないからだ。そのためにはなるべく父との接触を避ける必要がある。ご安心ください、父には内緒にしておきます。もし父がこのことを知れば、尾道から入り込んだヘイハイツたちは始末されることでしょう。そうなっては大変だ。お前はなぜ我々をカムロ町に引き込もうとする？目的は何だ？カムロ町東上海再生計画。カムロ町東上海再生計画。常雄の目的は菅井と染谷を使って東上海を乗っ取り、ゆくゆくはカムロ町の利権を全てその手に入れるというものだった。西洋会はそれを実現するための駒にしか過ぎなかった。だがあんたはそれを飲むしかなかった。ああ、あんたは自分がやったヒューマンロンダリングがあだになって人質を取られた形になったってわけか。あとは桐生さん、あなたも知っての通りだ。岩見恒雄は我々西洋会や菅井にカムロ町の抗争を演じさせ、まず東上会の六代目を警察に逮捕させた。
そして自分の言いなりになる菅井に搭乗会の実権を握らせると、今度は用済みとなった私の命を狙った。おそらく常雄はアジア外に我々を招いた時からそのつもりでいたのだろう。だがその時身代わりに殺されたのがあんたの息子ジミー・ローカー。一方でクルスからしても常雄の暴走は悪夢だったはずだ。私が息子を殺された報復に尾道の秘密を暴露すると恐れることになった。だからクルスは広瀬を使いによこし、まずは私に日本からの撤退を迫った。ユータを西洋会の後継者に差し出すことでな。あんたが一人でそう言ってるだけだ。おやつさんがそんなこと、俺は信じねえぞ。クルスや広瀬にとって尾道の秘密というのはもはや呪縛だ。だから広瀬はユータを私への刺客に仕立て上げた。彼らはもう私の口を塞ぐのに手段を選ばない。黙れって。キリュウさん、あなたも広瀬を疑うことはできないか。広瀬の親分は長いことハルカをかくまってくれた恩人だ。あの人がいなけりゃハルカもハルトも今頃どうなってたかわからねえ。俺もユータと同じ気持ちだ。広瀬の親分を信じたい。このビルに屋上があったな。あ、ここから先は桐生さん、あなたと二人で話したい。屋上で待っている。少しいいか、キリュウ。ハルカのことなんだがな。何かあったのか。回復の兆しが出てきた。え、本当ですか。お前らがアジア外に行っている間、ハルカのいる警察病院でハルトをかくまってたんだ。その時偶然かもしれんが、眠っていたあいつの目から涙がこぼれた。あいつも必死になって目覚まそうとしてるんだ。たまにはいいニュースもねえとな。そうか、ありがとうな、伊達さん。キリュウさん、尾道の秘密はあなたに託す。私にはもうあまり時間が残されていない。何だと。これを
これは先代が私に託したマイクロフィルムのデータ、あなたの持っている携帯で読み込めるはずだ。さっきあんたが言ってた暗号が入っているってことか。ああ、解読すれば尾道の秘密を暴く鍵となる。私には解けなかったが、尾道に詳しい者になら何かわかるかもしれない。そしてあなたが尾道の秘密に迫れば、その前に立ちふさがるのが広瀬だ。彼はあなたを殺してでも阻止しに来るだろう。なぜ俺に秘密を託すことにした？あなたは沢村遥の親代わりだ。私の息子が愛した娘の父親。つまり我々は両家の父親同士ということになるな。もちろん今さら私に雄太の父親面する資格はない。それでも私が尾道の秘密と息子のことを託せる相手はあなただけだ。雄太を？雄太にとって広瀬という男は親と言うべき存在らしい。その広瀬を疑い続けて生きていくことは辛いはずだ。何らかの決着が必要になる。そして尾道の秘密を暴くことがそのきっかけになるはずだ。待て、もう一つ。あんたさっき時間が残されてないと言っていたな。あれはどういうことだ？私は宇佐美優太を後継者とすることを断念したと組織に連絡を入れた。何？それは採用界の血の掟を守れなかったということを意味する。組織は存続するために私に代わる新たな総帥を立てるだろう。同時に掟を破った者には相応の償いが求められる。それじゃあんたは？間もなく採用界の資格が私の元に来るはずだ。私が一緒にいては足手まといになる。採用界はアジア外から撤退する。心残りは岩見恒夫に殺されたジミーローの敵を取ってやれなかったことだ。ロウ、ユータに何か伝えることは？私はあの子の赤ん坊を殺そうとした男だ。最後に可愛い孫の顔を見れてよかったなどと言っても信じてはもらえまい。どうした？あいつはもう二度と俺たちの前には現れない。え？ロウは俺に尾道の秘密を暴く鍵を託していった。俺はこれから尾道に向かう。秘密を暴きに行くってことか？ああ、ただその前に広瀬一家の連中とも話す必要がある。あいつらが親と慕ってきた広瀬の親分と対決することになるかもしれないんだ。俺にはあいつらに通さなきゃならねえ筋がある。なんでお前がそこまでしなきゃならねえんだ？牢が姿消したってんならもう春人や遥が狙われる理由もなくなるんじゃねえか？お前がこれ以上尾道に首突っ込む必要はねえ。違うか？
広瀬一家のあいつらをこの件に巻き込んできたのは間違いなく俺だ。それをもう俺の用は済んだと、今さら手引くなんて真似はしたくない。ったく、お前ってやつは変わらねえな。分かったよ、もう勝手にしろ。ユータ、お前はハルトを連れてハルカのところへ行け。え？尾道へは俺一人で行く。なんですか？いや、俺も行きますよ。俺はな、ユータ、俺の目の前でハルカの両親が死んだ日、誓ったことがある。あいつもいつか好きな男ができて子供を持つだろう。そんな日が来るまで俺があいつの親でいようってな。兄貴、今のハルカには誰かがそばにいてやる必要がある。だがそれは父親の役目じゃない。お前にしかできないことだ。そうはいきませんよ。ローは広瀬の親父さんのことを好き放題でたらめ並べていったんすよ。俺は親父さんの無実を尾道で確かめなきゃなんないんす。それでやっぱり親父さんが無実だったら、俺は今度こそあのローをぶっ殺してやる。おい、なんだよ。え、デカの前で随分な言い草だな。舐めてんのかお前。いや、そういうわけじゃ。宇佐美優太、さっき起きたアジア街の火事の件でお前に話がある。ちょっと冗談。こいつのことは任しとけ。だってさ、お前も娘を持つ父親だったんだよな。若い男に娘取られる気持ちはどうだ。俺にはよくわかるよ。急に先輩風吹かさないでくれ。ほれ、行くぞ。マジかよ、あんた。頼むよ、ちょっと勘弁してくれって。初乗り料金730円になります。どちらまで行かれますか？かしこまりました。それでは出発いたします。
桐生さんじゃの。陽明連合会会長クルスからの伝言ですわ。この町から即刻出てってつかさい。理由は？親父からの命令ですけ。理由も何もないわ。なら俺もそんなもん聞く義理はないな。ほうですか。こっちも手段は選ばんど、大っぴらにやっても構わんのじゃ。話はしまいじゃの。踊れな、ぶち壊したれ。昭和の黒幕と呼ばれた大道寺実氏ですが、今は面会謝絶ということで、訪れる財政界の大物たちも病状を知ることができないとのことで、深刻な状況が続いているとみられています。大道寺氏は戦争中旧日本海軍の高級将校でしたが、戦後 GHQ の占領期の後、歴代の内閣に強い影響力を持ち続けたと言われ。あ、兄貴、なんじゃい、いつ帰ってきたんじゃ。連絡しなくて悪かったな。それよりユータは無事なんすか。ああ、ただあいつはカムロ町に置いてきた。
今まで何があったんじゃ、兄貴。そいつを話しにここへ来たんだ。みんな座ってくれ。話がよう分かりませんわ、兄貴。おやっさんがローを殺すためにユータを道具にした。で、一緒に死ぬように仕向けた。あんたの話はそういう風に聞こえるんじゃがの。奇遇じゃの、頭。わしもじゃ。俺もローから聞いた話だ。だが、広瀬の親分は今どこにいる？最後にお前らがあの人を見たのはいつだ？おやっさんがブラッと出ていくんはいつものことじゃ。そのうち帰ってくると思いますけ。もし俺が尾道の秘密を暴こうとすれば、そこへ親分が現れるって話だ。その時はあの人はユータやローのように俺のことも殺そうとする。それもローが言うとるだけだろうが。ああ、確かにな。わしと松永はノーは兄貴。ほんのガキン頃から広瀬のおやっさんに世話かけてきたんじゃ。わしらは父親がおらんかったけ、あん人がずっと親代わりよ。広瀬一家の歴史っちゅんは、そんじょそこらの組とは違うんじゃ。それを中国マフィアのたわごとに踊らされて、わしらにおやっさんを疑えっちゅんか。どうなんじゃ、あ、キリュウの兄貴。ローの話を頭っからお前らが聞く気になれねえのは分かってる。俺だって信じたくはねえ。信じとうはないが、信じとるっちゅうことかい。ほいじゃったら、キリュウさん、わしらはもうあんたを兄貴とは呼べん。だがもし尾道の秘密を前にして、そこに親分が現れたとしたら、お前らはうちに親試すようなバカはおらんで、わしらは黙って親の言うことに従えやええ。我も元極道じゃったら分かっとるはずじゃ。都合のいい時だけ極道風吹かすのか。我や、なんじゃあ言うんだら、キリュウさん。ほうじゃ、わしらの頭をバカにしとるんか。踊れら手出すな。表出や、キリュウ。わしと差しで蹴りつけたらんかい。またお前とやり合うことになるとはな、南雲。できればお前を殴りたくねえ。好きにしたらええ。じゃがわしは手加減せんど。広島ヤクザの意地注文を見しちゃる。我も殺す気で来いや。
じゃあ踊れる。まだ終わっとらんと引っ込んどれや。違うんじゃ頭、邪魔が入ったで。本家の連中じゃ。続きは後だ南雲。じゃがこいつらは何の目的や。クルス会長からの使いだろう。俺が尾道にいるのが気に食わねえらしい。あんたが尾道の秘密を暴こうとしとるからか。もういい南雲、連中に俺とはもう切れたと言え。そうすればお前らは見逃してもらえる。今さらソガーナみっともないまでできんわい。ええんじゃな頭。本家の連中に見せたでや。わしら広瀬一家がなんぼのもんかっちゅうのの。やるな。クルス会長が尾道の秘密を守ろうとしているのは間違いない。ほうみたいじゃの。ほいじゃがおやっさんもそうじゃとは限らんで。親分を信じているならしっかりその目で確かめろ。聞いちまった疑いを抱えたままずっとあの人を親と呼び続けんのか。広瀬一家の絆は取り繕って守んなきゃなんねえ程度のもんじゃねえだろう。当たり前じゃ。え？あ、ほいじゃ秘密を暴きに行くんか頭。でももし親さんがわしらをそのほんまに襲ってきたら。もしもの話はもうええんじゃ。わしはええ加減ソガーにややこしい話はもうごめんじゃ。組の子分がおやっさんと会うのにいちいち迷うことがあるんか。わしも腹は決まりましたけ。あんたと一緒に尾道の秘密とやらを暴く。ただしわしらが動くんはあんたにおやっさんの無実を証明するためじゃ。それが分かった暁にはしっかり詫び入れてもらわんといけんど。ああそん時は俺のことを好きにしていい。男に二言はないの桐生の兄貴。また兄貴じゃ言うとる。相変わらず勝手なお人じゃ。踊れも腹決め松永。田頭もええので、どこ行ったら尾道の秘密を暴けるんじゃ。こいつは牢に託されたある場所を示す暗号らしい。ただ問題は俺にも牢にも読み解けなかったってことだ。あ？解読するにはお前らの力が必要だ。これが牢から受け取った画像だ。なんじゃこりゃ。牢が渡した暗号ってこれだけか。ああ、この暗号がどこかの場所を示しているらしい。使われとるアルファベットは JBRNMEOIK。 使われとる数字は777。
36179221111。見る限りアルファベットと数字がワンセットになっとるようじゃの。ああ、これはもしかしたら開示暗号かもしれん。開示暗号？わしもネットでしか見たことがないんじゃが、例えばこの J7 で何かの文字一つ、 B7 で別の文字一つを表しとる。これを解読すると何かの文章になっとる気がしますわ。ほう。あとは開示表さえあれば解けるはずなんじゃが。開示表？この暗号の元になっとる文字表ですわ。例えばあいうえおの五十音表をこんな風に数字で置き換えたものが開示表じゃ。この開示表をもとに「こんにちは」を表すと15100423251という数字で表せる。ほう、なるほどな。じゃあローの暗号のもとになった開示表が何なんか分かればええっちことか。そういうことになります。確かローは尾道に詳しい人間であれば何か分かるかもしれないと言っていた。もしかしたらその開示表ってのはこの土地に古くから関わっているもんなのかもしれない。よっしゃ、分かった。暗号に関係しそうなものなら何でもええ。今からこの土地を片っ端から調べるんじゃ。へい。不意だ。墓からも花桶からもひばりかな。小林一茶。
いらっしゃい。ありがとうございました。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。クヒダ、軒茂く建てる家々を足引きの山の尾道道狭きまで尾形公安。者に酒振る舞わん菊の花夏目漱石。クヒダ、ヒダルキはことに戦の大使なり。場所を覚えきれぬ島々の名や夏霞恵美水院。何年か、2016、やった。そしてこれが、なんだ、実は私タイム、何を言って。あ、そっか、私今結構すごいこと言いましたよ。普通もっとこういろいろ聞きたくなりません？いや、もえ、
報いだ。のどかさや小山続きに塔二つ、正岡式。大屋根は皆寺にして風香る岩やさざ波。日の影は青海原を照らしつつ、光る孔雀の尾道の沖、十返舎一句。盤石座すべく待つ夜べし、憔悴かくるところ開口を現る。六年重ねて来たる千光寺、三四水明四庫にあり、盤が半ば暗くして繁栄斜めなり、相つとう惨敗未だ傾け去らず、神戸を巡らして年頃に諸少年に食、騎手せよ先生、かつて良いしところと来参よ。よし、しつけがなってねえな。
しばらく寝てろ。あ、キリン兄貴、何か分かりましたか？おい、みんな聞いてくれ。この町にある区碑を全て回ってきたんだが、偶然にも暗号のアルファベットと作者の頭文字が一致した。証拠に区碑を全て写真に収めてある。田頭、見てくれ。へい。確かに完全に一致してますわ。もしかしたら例の暗号の開示表は区碑に刻まれたしかもしれん。キリュウの兄貴、これは大発見じゃ。ということは例の暗号が全て解けるっちゅうことじゃな。ええ、早速照合してみますわ。 J7 は十辺写一句の7番目の文字。海。 B7 は芭蕉の7番目の文字。軍。残りも全部当てはめると海軍水兵山名道大の墓。海軍水兵山名道大の墓。それって仙六の墓地にあるでかい墓のことか？そうじゃ、あの古い墓のことじゃ。なら話は早い。キリン兄貴、早速墓地へ行ってみましょうや。わかった。これじゃ、海軍水兵山名道大と書かれてる。この墓に秘密が隠されている。キリの兄貴、墓を開けますんで手伝ってください。ちょっと中を覗いてみるだけじゃ、罰なんて当たりませんって。それじゃ行きますよ。何かあったか？ん？奥に何かある。キリンの兄貴、こんなもんが出てきよったで。これは昔の石見造船所の見取り図ですかね。確か戦前まではここで船を作っとったらしいです。ただ老朽化で今は敷地も完全に封鎖されとるはずです。牢の暗号が示す場所はここだ。ここに尾道の秘密ってやつが隠されている。キリュウの兄貴、ハン・ジュンギを追った時の
イーノの船がまだ使えるはずじゃ。あれに乗れば造船所に入り込めますけ。頭、船まで行くにも本家の連中がうろついてるはずじゃ。おいじゃけど暴れていいんじゃな。当然じゃ、もう遠慮はいらん。兄貴、フェリー乗り場へ行きましょう。もう兄貴は準備できとるんで。いや兄貴、兄貴。ああ、行こう。へい。兄貴、岩見の造船所言うたらうち広い敷地じゃけ。さっき解いた暗号の指す場所が間違っとったらもうお手上げじゃ。他に手がかりはねえんだ。とにかく行ってみなきゃ始まらない。暗号の場所が造船所の中にあるのは確かです。岩見の造船所はわしも何度か入ったことありますけ。どの辺かは大体見当つきます。わしが造船所の中ナビしますわ。ああ、頼む。それはええとして、どがなもんが暴かれるんで。結局尾道の秘密いうのは何なんじゃ。さあな、牢も秘密の内容は知らなかった。出てきよったで、兄貴。あんならまた本家の連中じゃ。全員離れ離れになるな。俺のそばに固まったろ。来るで。行くぞ。わしらの敵じゃないんじゃ。こんなん序の口でしょうが、まだまだおるはずですけ。暗号が差し取った場所は造船所のずっと奥ですわ。こっちじゃ、わしについてきてつかさい。
におるぞ。ここじゃ。暗号の場所はまだまだ先じゃ。急ぎましょう。奴らじゃ。遠慮すんな。片っ端からぶちのぶしたれ。
兄貴たち、先を急ぎましょう。おい、どうなっとるんじゃ。ここで行き止まりか。くそ、通路が閉鎖されとる。このままじゃ捕まるぞ。どうするんじゃ。兄貴たち、早く来てください。兄貴たちは先行ってて、つかさい。こいつらわしが足止めしときますけ。松永、お前大丈夫です。全員ぶちのめしたらすぐに追いつきますけ。おれ、お前らの敵はこのわしじゃ。おれ、ここは松永の兄貴に任せて先を追い急ぎましょう。わかった。造船所の下にこんな地下通路があったとはの。おそらく戦前に作られた坑道でしょう。ライトを持ってきましたけ。こいつをつけてつかざい。しばらく歩きますけ。ついてきてつかざい。そこです。おい、なんか聞こえねえか？
したもんじゃ。わしらも随分舐められたもんじゃの。兄貴、ここはわしに任せてつかさえ。兄貴は高階と先へ。わかった。おい我、本家の差し金かなんか知らんがの。広瀬一家の頭、舐めとったらいけんど。わしの玉は取れたけ、もっと死ぬ気でかかってこんかい。しゃあ、これを登ろうか。ええ、頭が時間を稼いでる間に早く。封鎖された造船所のドックみたいです。暗号の場所はこの奥です。急ぎましょう。待ち構えとったか。どうしても秘密をバラされたくないようだな。いいぜ、止められるもんなら止めてみろ。俺は何人相手だろうと構わねえ。本物の極道ってやつをお前らに見せてやる。どこだ。兄貴、こっちじゃ。暗号が差し取ったのはこの辺じゃ。多分この扉の奥に何かがあるんじゃ。えらい錆びついとる。
秘密ってのはさ、そいつをバラされたくない人間がいるから秘密ってんだよ。本当にあんたなのか、広瀬の親分。人の隠してるもんに首突っ込むもんじゃないよ。なあ桐生さん、頭、あれはおやっさんじゃ。本当におやっさんが早う下に行くんじゃ。尾道の秘密を守るためにあんたはユータやハルト、そしてハルカのことも道具に使ったのか。おい高志だ、そこにいろよ。後でちゃんと訳話すから。おやっさん、ほんまにおやっさんは尾道の秘密を守っとるんですか。おいじゃけユータを牢と差し違えるように仕向けたんですか。そこをどいてくれ。高城があそこへ行っちまう。あんたとのんびりやってる暇はねえんだ。その前にあんたは広瀬一家の門に説明しなきゃならねえことが山ほどあるはずだ。なあどいてくれよ、頼むよ。なんとか言え広瀬。そこをどけって言ったんだこの野郎。じゃあ俺を倒していくんだな。
おやさん。俺の負けだな。なんなんじゃ。奥にあった。でかいレバー動かしたんじゃ。そしたら急にサイレンが。田頭、踊れがこれを。じゃない。それを超える超大和型戦艦と言われた旧日本海軍の最高機密だ。終戦時未完成に終わった日本の最終兵器、歴史上は計画だけで終わったとされる世界最大の戦艦岩見造船は、その建造を極秘のうちに軍から命じられていた。お、親父。建造当時、戦争で不足する労働力を補うため、私は西洋海を通じて戦災から逃げていた中国の戦争難民を集めてもらった。西洋海の総帥がこの尾道の秘密を知っていたのはそのためだ。ローは先代から秘密を受け継いだと言っていた。不幸にも戦艦は完成を目前にして終戦に間に合わなかった。そのために岩見造船が抱えた莫大な損失は、しかしある人物から補填されることになった。ある人物。旧日本海軍将校大道寺実。大道寺実、どっかで聞いたような。大道寺は
日本の存亡に関わるとして、それまで独断で超大和型の建造を進めていてね、言ってみれば戦費の横領だった。露見すれば当然破滅だから、戦後占領軍からの武装解除命令の際にも戦艦を隠し通すことにしたのだ。そして全てを極秘とする代わりに、大道寺は私に償いを約束した。償い？思い出した、大道寺言ったら昭和の黒幕とかいうじいさんの名前じゃ。さっき既得じゃ言うてニュースになっとった。そうだ、占領軍が去った1952年、破滅を免れた大道寺はいつしか戦後内閣の黒幕ともいえる存在となっていた。彼は裏の金で石見造船に戦艦建造費の一部を買収し、不足分は私に有利な法案を次々に成立させることで借りを返してくれてね。それは国家の法を私物化することに他ならなかった。そうやって私は政府のさまざまな人間と裏で通じることになった。そこで生まれたさまざまなしがらみは政界の人々に複雑な根を張り巡らし、それは現代の政界にも引き継がれている。政界と私の長年の癒着を明るみに出すあの超大和型の存在は、大道寺はもちろん今の政界にとっても決して掘り起こされてはならないもの。そして陽明連合会はその秘密を守るために作られた組織だった。なんだと？組織は戦艦建造に関わった石見造船の幹部たちで構成され、決して秘密が漏れないように相互に監視させた。ただそのためだけの組織だった。だからこそ広島の極道は独立を保ち、外に勢力を広げていく必要もなかったのだ。だが終戦から30年という節目を迎えた時、大道寺はその後も永久に秘密が守られることを約束するよう私に迫った。その頃には秘密を知る尾道の生き残りも高齢でわずかな人数になっていたが、私は彼らの皆殺しを決断したのだ。なんちゅうことを。その時私は尾道の同胞たちの殺害を広瀬に命じた。広島で一番の腕を持つ男にな。広瀬の親分、あんたはなぜそこまでして、いくら親の命令だろうが、あんたは一体。別に分かってくれなんて言いやしねえよ。古い話だしな。原爆で親も親戚も死んで焼け野原になった広島でよ、俺は軍連隊作って暴れ回ってたもんさ。俺がまだ14の時だ。ある日仲間の一人が妙なこと言い出してさ、石見造船の事務所に盗みに入ろうってな。俺は気乗りしなかったぜ。でも俺も親分肌気取ってたからさ、やめようなんて言えなかった。で仲間たちと押し入ったんだ。でも このガキ、こんなことしてただで済むと思うなよ。
なんだ造船所ってのはヤクザ雇ってんのか。おう、ヤコが説教すんじゃねえ。いい加減にしろよ。なんだガキ相手にそんなもん出すのか。やってみろ、やってみろってんだ。撃てもしねえくせによ。てめえ待ちなさい。このガキ。なんだてめえは。主の顔も知らないで押し込み強盗か。まあとにかくそれはこちらへ返しなさい。来るな。おい、すまなかったな。だが元はといえば自分が身の丈以上の盗みなどするからだ。だが年の割には度胸もある。腕っぷしも強いようだ。なんだよ。お前うちに来い。面倒見てやる。え、どこか帰るところがあるのか。一緒に来た連中と愚連隊なんぞ続けても先はないぞ。仲間はどうした。うちの者が少し懲らしめはしたがな。もう帰ったぞ。え、この一件誰の差し金かと聞いたらお前がボスでお前にそそのかされたとあっさり吐いたぞ。全員が口を揃えてな。お前は仲間だと言っているが自分が少しでも苦しくなったらすぐに人を捨てる連中だ。それが仲間なのか。そんな連中とつるんで何ができる。何の意味がある。昨日までの自分を捨てて家へ来い。お前を一人前の男にしてやる。俺は余命連合会の顧問になった。でもすぐには馴染めなかったよ。兄貴分だろうが誰だろうが気に入らなきゃすぐに手が出ちゃったさ。だからもっぱら仕事は鉄砲玉ばっかだよ。喧嘩が始まると真っ先に広瀬行ってこいなんて感じてさ。でもそんな俺をクルスの親父は大事にしてくれた。喧嘩に勝つたびにうまいもん食わせてくれて小遣いもいっぱいくれて。でも何より褒めてくれたのが一番嬉しかった。褒められたかったんだ親父に。喧嘩だけが取り柄の
真剣なプライドしかなかった俺にさ、クルスの親父は生きがいみたいなもんをくれたんだ。口には出せなかったけどさ、本当にありがたかったぜ。それから何年かして、俺は親父に呼びつけられた。夜中だった。遅くなりました。親父、何でしょう。最近はどうだ。え、あ、はあ、ぼちぼち、なんとか。広瀬、お前にとって私は何だ。え、あ、はい、陽明連合会の会長、そして岩見造船の社長、それから、とにかく器がでかくて金も力もあって、そう完璧な男です。そして俺が親父と呼べるたった一人の人です。広瀬、私はこの広島が好きだ。雄大な自然、そして素直で活気にあふれているこの町で暮らす人たちも好きだ。はい。岩見造船は大きな会社になった。私も人並み以上の財産を築けた。だが私の会社があることで広島の人々に仕事を与えられたこと、それこそが最も大きな喜びだ。陽明連合会とて同じだ。お前のような人間でもこの広島でちゃんと暮らしていける受け皿が必要だと考えたからだ。はい、ご恩を忘れたことはありません。だが闇造船も陽明連合会も全てなくなってしまうかもしれん。え、なぜ、なぜです。尾道にある秘密が眠っている。え、その秘密が明るみに出た時、会社も組も終わる。無論私も終わりだ。何なんですか、その秘密ってのは。それは言えんのだ。でもそうか、わかりました。その秘密ってのを盾に親父を揺すってるやつがいるんですよね。くそ、でも大丈夫です。今すぐぶっ殺してきますよ。親父、教えてください。そいつは誰です。尾道のどこのもんですか。残念だが人一人決して済む話じゃないんだ、広瀬。じゃあ一体どうするよ。親父、俺でできることは何でもします。何でもしますから、ねえ親父。広瀬、筋が通らない話だが、それを承知の上で頼みがある。尾道の秘密、闇造船と陽明連合会を消し去り広島を揺るがしかねないその秘密を私と共に守ってほしいのだ。秘密を親父と守る。そうだ。秘密の中身を聞かされずとも、その秘密が一切外に漏れることがないよう命を張るということだ。生涯をかけてな。中身も聞かされず生涯をかけて、それは確かに中身も知れない秘密を守ることはとても辛く
大変な覚悟が必要なことだ。いえ、わかりました。そうか。でもその返事は私の覚悟を見てからでいい。お前に大きな覚悟を求めるなら、私にも同じ覚悟があるとお前に知ってほしいのだ。覚悟って、親父、秘密を守るくらい俺でも。私だ。はあ、すぐに来てくれ。お、なんだ、広瀬じゃねえか。兄貴。親父、お呼びで。兄貴。親父。なんてこと。私は今初めて人を殺した。見ていたな。どうする、警察に通報して私を売るか、それとも墓場まで持っていく覚悟で秘密にできるのか。尾道の秘密は、あの秘密はこんなこととは比べ物にならん。その秘密が永遠に守れるなら、私は鬼でも何にでもなる。頼む。この通りだ。会社と組、いや広島を一緒に守ってくれ。ビビったけどさ、不思議な気分だったよ。あそこまでされたらさ、もう秘密の中身なんて二度と聞くも起きなかった。でもその秘密を守るため、あんたが何人も殺すはめに。都政の義理ってやつさ。嘘だよ。親父に頭下げられた瞬間にさ、親父のため、広島のため、日本のため、そのためにこんな自分でもなんか役に立つんじゃないかって、本気でそんなこと思っちまったんだ。バカは怖いよな。でもあんたならわかるだろう。わかんねえか。広瀬は私の命令を忠実に完璧にやり遂げた。自分が兄貴と呼んできた陽明連合会の幹部を何人もその手にかけてな。尾道の秘密は私の部下、仲間だった者たちの屍に守られてきた。桐生さん、あんたがたった今暴いたのはそういう秘密なのだ。故にその行為は万死に値する。おやさ、南雲、何をする気じゃ。おやさん、やれ広瀬。この場にいる者は全員道連れになってもらう。そいつもまとめてやってしまえ。おやさん、もうやめてくれ。何をしている、広瀬。
なんですよ、親父。こいつは、南雲は。おやっさん。そうだ、お前頭悪いから、尾道の秘密が何なのかよく分かってないよな。だからそこどけ。な。親父、こいつだけは勘弁してやった。今さら日和寄って。おやっさん！広瀬、お前にはもう一つ言ってなかったことがある。かつて大東寺が私に命じたのはな、実を言えば戦艦の破壊だった。その代わりに秘密を知る同胞の皆殺しを提案したのは私だ。何だと？戦艦が跡形もなくなれば私は大道寺に対して切り札を失うのでな。待てや！ほっとけ。え？あの人ももう終わりだ。すげえなあ、あれ。俺もさ、尾道の秘密ってのが何なのか本当言うとずっと知りたかったんだよな。ありがとうな、あんちゃん。親分。南雲。なんじゃ。松永。おやさん。本当はお前らに殺されてやりたかったんだけどな。どういうことじゃ。お前らの父親は俺の兄貴分だった。分かっとります。じゃけえおやさんはわしらの面倒を。そうじゃねえ、兄貴たちも尾道の秘密を知る生き残りだったんだ。だからよ。
大道寺先生でしたらあなたの電話には出ません。